はい、ということでサンロッカーズ渋谷のキャプテンベンドラメ選手と関野選手に来ていただきました。お話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。 B リーグ4年目に突入なんですけども、B リーグの人気というか知名度も上がってきたと思うんですが、なんかそれをこう実感することってありますか？やっぱり4年目ということで、やっぱ年々観客も増えてってるし、僕一番最初アーリーエントリーって言って、今でいう特別指定でプロの世界に入ったんですけど、その時はまだ B リーグってなってなくて、その時は観客が2000人いたらだったんですけど、今は多いところで6000人いたりして、やっぱりプレーしてても一つ一つのプレーで会場がすごい盛り上がるんで、うん、そういうのを肌で感じて盛り上がってきてるなというのはすごい感じますね。あ、3倍近くになると歓声の大きさがね、全然やっぱり違うのかなと思いますので、関野選手どうですか？そうですね、やっぱりテレビとかの代表とかの露出もすごく多くなりましたし、うん、街の中のポスターだったりとか、そういうのでも見れるようになったので、いろんな人がもう知ってるんじゃないかなと思います、ね。はい、僕は失礼ながらまだ生で試合を見たことがないんですよ。すごい行きたいな行きたいなと思ってるんですけど、やっぱりこう生で見る魅力みたいなのって何かありますか？いや、ありますね、まあ、さっきも言ったように歓声がすごいので、